タン押すだけでいいんですね。そうです。今カフェラテ入れてますけれども、はい、牛乳も2種類実は入れてるんです、ね。はいはいはい、あの泡立っている牛乳と温めただけの、そういった牛乳の泡立ちの具合を調整することで、はいはい、美味しいバランスのいいカフェラテを作っている。なるほど、はい。今最後のは何ですか？これはですね、殺菌なんですよ、実は。あ、なるほど、はい。次の方っていうか、うん、次の抽出までに牛乳が、まあ、悪くなったりとか、はい、あとはその牛乳の管が詰まってしまったら、じゃあセルフでやってくれるような感じなんですね、はい。あ、なるほど。そうなんです。これで出来上がりですね。はい、はい、ありがとうございます。これはカフェラテですね。はい、カフェラテです。はい、ありがとうございます。これが M サイズでいいですか？はい、これ M サイズです、はい。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。